本当の彼女は私の知ってる通りだった。そうね、エリシアだもの。私のような律者じゃないんだから。私は今まで多くの人から愛というものを学び続けてきた。それは一種の本能だという人もいれば、複雑で精密な技巧だという人もいる。どちらの言い分にも私は賛成であり反対だ。ただ私自身の考えを言わせてもらえば、愛は学べるものだと信じている。いつか私たちは熟練してその本当の姿が見えるようになる。だがお前も知っているように、学習とは奇妙なものだ。参考にする対象が多ければ多いほど最後の結果が異なってくる。言い方を変えれば、ああいう変わらない愛はむしろ危険な自己満足になるんだ。一体何が言いたいの？今のお前は本当に気が短いな。この話に興味がないのか、それとも私に興味がないのか。いいわ、あなたの話をしましょう。例えば、あんなに勉強したのに結局は子供を騙して月に来させた話とか。結果的にはお前たちと一緒にいるよりマシだっただろ。あの子たちは偽りの夢にとらわれることなく、貴重な新人類として世界を手にした。長い間私が責任を果たせなかったせいで、あの子たちは互いに助け合い、自分たちの力で生きていくしかなかったが、今後そういうことは二度と起こさせない。ヨルムンガンドとお前たちのどちらが勝ってもだ。ワタリガラス、この話、子供たちに伝えたことはあるの？まさか、それじゃあ矛盾してるだろ？いつかそんな日が来るかもしれないが、そういう生きるために不必要なコツを私は教えたくない。
もちろん、あの子たちが覚えたとしても、それを使う日が来ないことを願ってる。結局、あなたも成婚計画の正当性は認めてないってことね。それでも、成婚計画に従うことが、私の最善の答えだ。だから、あなたは成婚計画を守る人間として、私の前に立ち続けるつもりなの。そう攻撃的にならないでくれ、ライデン家のお嬢様。何があっても、私はヨルムンガンドから給料をもらっている幹部なんだ。それに、成婚計画が始まる前に、子供たちの生活を保障してくれたのは、ヨルムンガンドだ。そして成婚計画が始まった後、子供たちに光あふれる新しい世界をくれたのも、ヨルムンガンドだ。お前が私の立場だったら、何を選ぶ？誤解しないでくれ。お前にわかるわけがないなんて、子供みたいなことを言うほどバカじゃない。ただ、私たちは全く異なる人生を歩んでいるってことを言いたかったんだ。お前は闇の中を通っただけで、最初から最後まで光に属する人間だ。だから、やりたいことがあるなら、思い切りやればいい。ヨルムンガンドが私に与えた任務の中に、相手全員の説得なんて含まれてないしな。じゃあ、どうしてまた私の前に現れたの？しかも、よりによってここに。言っただろ？本当に偶然だったんだ。機嫌が悪くて、少し気分転換しようと思ってきたら、落ち込んでる誰かさんに遭遇したってわけさ。こんなところで気分転換？誰が形勢を握っているのか忘れないでくれ。ヨルムンガンドにとってここは嵐の中でも安らぎを与えてくれる港だ。誰も思わないだろうな。その港が存在する理由がお前にあるなんて。ライデン・メイ、お前に比べれば私の方が行き場のない人間だ。ずっと個人所有の島なんてあなたにとっては難しいことでもないでしょ。からかうのはやめてくれ。私は救世主の追従者。彼が世界を滅ぼし新たな世界を作るところを見届ける。その気になれば大陸の主になることだってできる。しかし、ライデン・メイ、お前は私の過去を耳にしたかもしれない。あの島が沈んだ後、私がどれだけ現実を嘆いたかを。ただあの時夢が叶ったと仮定して、本当に私にとっての全てがうまくいっていたと思うか？それって永遠に実現できない理想の方が良かったって言いたいの？そんなにはっきり言わないでくれ。恥ずかしいだろ。だが今回犠牲になった人たちだって同じだ。毎日希望のない理想で自分を励まして、何の意味があるのかわからないことをしながら短い人生を送る傭兵、バーテンダー、そして別荘のある島、その全てが私の生き方であり、私の人生にとっての毒でもある。しかし幸い、私を先生と呼んでくれる人もいる。話を聞いていると、
あなたは夢を見る側に向いているように思えるけど。自分でもそう思うよ。ただ残念なことに、私は夢を見ない人間だ。いや、私が孫子のように特別だというわけじゃない。お前も成婚計画が人々に与える夢を知ってるだろ？すべての人の幸せを一瞬で結びつけ、互いに共有する。正直に言って、他人にとっての幸せが私を満足させられるなら、今みたいに部外者のままでいると思うか？部外者ね。適切だと思うけど。それで、あなたの気分転換は終わったの？なんだ、もう私のことが嫌になったのか？悪いけど、急いでるの。いいだろう。もうお前の時間は取らせない。ライデン名誉嬢様。じゃあな。今のところお前の2勝1敗だが、私だって負けたままでいるつもりはない。敵を甘く見すぎると痛い目に遭うかもしれないぞ。それならさようならって言えばよかったのに。それで、あなたは最終的に勝利する側につくつもりなの？結果が受け入れられるものなら、私の立場はどうだっていい。ハイヘビがよく言っているように、人は誰もが本物の自由を恐れている。それに、新しいものを忌み嫌うのは、渡りガラスの習性だ。相手にならないって言ったでしょ。少なくとも今回は誰かに強いられたような状況じゃなかった。そういうのはもうたくさんだ。お前の三勝一敗だ、お嬢様。これから挽回する機会があるといいんだが。
行け。まだ理解できてないんだけど、結局あなたはどうして私に会いに来たの？だから偶然だって。その偶然が誰かに利用されないとも限らないが、私としては本当にお前と話がしたかっただけだ。人はそういう生き物だろ。心にしまって言わないと決め込んでいたことを、いざ誰かに打ち明けようとした時に、初めて聞いてくれる相手がいないことに気づく。ねえ、渡りガラス。私と一緒に行きましょう。は？やめておくよ。お前は世界を救いに行くんだろ。それは若者だけが目指し、若者だけが成し遂げられることだ。私は年を取りすぎたのかもしれないな。世界が自分を救ってくれるのを待ちたいと思うなんて。お前が本気なら、未来で私を釈放できるようにうまくやってくれ。ああ、そろそろ時間だ。時間？おや、忠告するのを忘れていたな。時に、肉体の疲れのせいで、精神にもボロが出やすくなる。渡りガラス、あなた。なんだ、これでお愛子だろ。お前は私に2回多く買った。だから私も、お前を2回眠らせる。あなた。最後の仕事が終わった。そうだ。しかし、君は円満退職できなくなるだろう。先ほどの反逆行為を鑑みて、君をヨルムンガンドから除名することにした。反逆？冗談だろ。確かに君はやるべきことをしたが、話すべきではないことも口にした。私の目には、君は彼女にヒントを与えるためにあえて任務を引き受けたように見える。ふん、お前は私が今まで見てきた中で一番つまらないハイヘビだな。運よく彼女が永遠の眠りに落ちたら、今までの付き合いに免じて見逃してやらなくもない。しかし君の助けによって彼女が逃げたとしたら、もう少し手間をかけて、少し先の未来で君たちを同じ場所に埋めてやろう。へえ、お前も優しくなったもんだな。いつ機械の恋人を作るんだ？冗談だ。彼女は夢にとらわれない。ウサギはとっくに試しただろ。もう、彼女に本当の自分と向き合ってもらったとか言うのもやめてくれよ。そういう謎々は時代遅れだぞ。彼女に本当の自分と向き合ってもらった。まあいい。その機械頭、やっぱり気に入らないな。
じゃ、他に用がなければ。結果が明らかになる前に、せいぜい逃げるといいさ。ナターシャ・キオラ、今は、君もヨルムンガンドの敵だ。お前たち機械頭以外、ヨルムンガンドにはもう誰も残ってないんだろうな。どうやらこれは単なる夢じゃなさそうね。成婚計画の本質から考えると、もしかしていい夢を見せるための素材が足りなくなったとか。ブローネちゃんやデュランダルさんの行動に予想外の成果があった。それとも、私の手料理まずいわね。お父様、お父様、え、自分で料理を作ったのは召使いがいなくなったからじゃないのか、お嬢様。誰もあんたと一緒にご飯を食べたいなんて思わないわよ、この犯罪者の娘。ヨルムンガンドは、私の言葉なんて気にしないわ。でも少しは身の程をわきまえなさい。メイ先輩、私はいいの。メイ先輩が無事なら。キアナちゃん、超空誌でのことかしら。
それがあなたたちの目的なの、ヨルムンガンド。他人の幸せを共有するより、自分の人生に残った開墾を自らの手で取り除く、その方がより人の心を惑わせる夢になる。ワタリガラス、やっぱりあなたは黒幕の駒に過ぎないんでしょうね。何が夢を見ない人間よ。キアナちゃん、危ない。私の後ろに下がって。いいでしょう。私も少しは役に立てるよ。キアナちゃん、あのね、キアナちゃんが手伝うことをやめてたら、もうとっくにご飯を食べられていたはずなの。うい。だって本気で料理を覚えたかったんだもん。お皿洗いだけじゃつまらないし。わかったわ。確かにキアナちゃんも成長してるものね。じゃあまずはこれを洗ってほしいんだけど、手はまだ痛む？もう包丁には触っちゃダメよ。うん、もう大丈夫。あ、そうだ、このブレスレットって水につけても平気だよね。メイ先輩がくれたものだから。キアナちゃん、変なこと言わないで。安心して、問題ないわ。キアナちゃんには色々あげてるし、どれもそんな風に大事にしてたら何もできなくなっちゃうわよ。へへ、それもそうだね。ああ、そういえば今ネットで話題になってるよね。あの天命の大主教が崩壊の存在を公開したって。ええ、私も見たけど、そういうのは信じない方がいいわ。実際もう崩壊絡みの詐欺が何件も起きているみたい。私もう子供じゃないんだけど。でも確かに色々と言われてるよね。世界の終わりが来るかもしれないとか。メイ先輩、もしそれが本当だったら、最後の日は何をして過ごしたい？え？そんなこと、私たちの生活には関係ないでしょ。天命のバルキリーを信じましょう。関係ないから話のネタにするんだよ。そうじゃなきゃ、こんなことを話題にしようとも思わないもん。それに、私たちが若い頃だってなかなか壮絶なものを見たよね。キアナちゃん、別に今だって老けてないでしょ。ちょっと考えたんだけど、もし本当に最後の日が来たら、
一緒に世界を救うっていうのはどう？何を言ってるの？私たちはニュースに出てたあのデュランダルさんとは違うのよ。やってみなきゃわからないのに。じゃあメイ先輩は？メイ先輩は何がしたい？不可能なことを考えても意味がないでしょう。それにいいことでもないわ。でももし本当にその日が来たら。あー、新アラハトが始まるよ。メイ先輩ちょっと待ってて、少し音を大きくしてくる。リモコンは？もし本当にその日が来たら。メイ先輩何か言った？何でもないわ。あ、キアナちゃん、一体何を洗ったの？イチゴは卵の炒め物には使えないわ。試してみるのもダメ。世界の真相や最後の勝利なんて気にしない。俺はただ、死ぬ時は誰かに抱きしめられたい。そうね。もう十分でしょ。やっと気づいたのか。しかしまた私に会えたというのにその態度か。お互いをよく知る者同士、遠慮する必要はないでしょう。それに今までのあなたの挨拶だって別にフレンドリーとは言えないわよね。雷の律者というより私自身の成婚の意思。お前は救いようのないバカではないようだな。成婚計画が私に教えてくれた知識のおかげよ。何しろ成婚計画のメカニズムから考えれば、彼らが呼び覚ませる人格は相当限定されているはずだもの。聞いたことがあるの。お父様がコンケストジェムを私の体に埋め込むことに同意したのは、そうしないと私の命を助けられなかったからだって。ただあなたがあまりにも自然に現れたものだから、私も自分の中にあるもう一つの声は律者のものなんだって思い込んで今まで気づけなかったけど、その前に私は不完全、あるいは自傷してしまう性婚覚醒者になっていた。そうよね。そしてあなたはそういう病が無害化された後の産物よ。愚かな独りよがりだな。それなら簡単に説明できる。不幸にもお前の母親のガンが
お前に遺伝してしまった。それだけの話だ。あなたは私が知ってる他の律者人格とは全く違う。私たちに多重人格になるような過去はない。それに律者人格なのに、どうしてあなたの執着はキアナちゃんだけに向けられているの？あなたと比べるとあの四季の律者の方がずっと凶悪に見えるわ。勘違いするな。お前が無能すぎて見るに耐えないだけだ。それにお前だってエリシアと知り合ったのだろう。あなたとエリシアにも大きな違いがあるわ。もう長い付き合いになるけど、あなたのことは結局よくわからないままだった。裏を返せば、それはあなたも同じことでしょう。何をバカなことを。一人前になったからといって私に喧嘩を売ろうとしているのか。あなたが私のことを理解できているなら、あんな不器用な方法で挨拶したりしないはずよ。人生をやり直すなんて想像、論理的じゃないだけでなく、あなたが私やキアナちゃんのことを何も知らない証拠だわ。それだけにどうしても考えてしまう。部下の後、あなたは一度消滅した。だから成婚計画で再現された時、あなたは私の知識だけ受け継ぎ、感動を得られなかったんじゃないかって。ザレ言。それがお前の欲しているものではないと胸に手を当てて言えるか。言えるわ。私が力を全てをお前に渡したのは何のためだと思っているんだ。キアナちゃんのためでしょ。だからこそ成婚計画が私たちに与えてくれたものはちっとも足りないの。あなたが困惑しているのはまだキアナちゃんのことを十分に知らないからよ。一人の運命はその性格にある。この言葉の意味を理解してみるといいわ。例えば、世界の終わりを前にキアナちゃんがすることはただ一つ、それを阻止することだけよ。結果なんて関係ない。それが彼女の生き様なの。それはお前が無能すぎるからだ。お前には問題を解決する能力がない。だから相手が犠牲になるところを見ていることしかできないというのに、それを相手の生き様だと。お前は本当に救いようがないほど育児がないな。あなた本当に長く眠りすぎたみたいね。今この瞬間も私たち二人の中で育児がないのはどちらかというとあなたの方よ。ここに来る前、ある友人に会ったの。彼女は歯医者として現れ、自身を戒めに私にあることを教えてくれた。それはどんなタイプの愛も機械的な理念ではなく尊重に基づいた理解であるということ。本音を言うと余計なお世話だと思ったけど、でもそれすら理解できないままだったら、私がキアナちゃんの元に戻ることはむしろ間違いでしかない。そしてあなたが見せた実現できない可能性も、動機はどうあれキアナちゃんの人格を軽く見ているだけでなく、かつてエリシアが私に見せてくれた全てを侮辱するものよ。その口調。お前、英傑と同じ道を歩んでいることを自慢に思っているのか。自慢してるつもりはないけど、別に悪いことでもないでしょ。あそこを離れた後、私は何度も考えたの。意志よりも私は力の面で彼らと近い場所にいる。それなら
自分を彼らの生徒だと思ったっていいでしょ。どこまで愚かで弱いのか。死が敗者ならば、その生徒も同じ道をたどることになるだろう。英傑たちが敗者かどうかは置いておくとして、たとえそうだとしても、授業の敗者は必ずしも人格的に先生に向いていないとは限らないわ。世界は広い。運命という視点から見れば、大多数の人々はただの過程でしかない。私にとって、英傑たちと同じように私が目指しているのは、出過ぎた行いをすることではなく、自分の全力をかけて最善を尽くすこと。運命にピリオドを打つ人が誰であろうと、そんなことは重要ではないの。重要ではない？キアナこそがピリオドを打つものだと思っているくせに。思うじゃなくて、それが現実なのよ。あらゆる面において彼女が一番ふさわしい。お前、もう彼女を止めるつもりはないのか？彼女を失い、すべてを失うことになると分かっているのに。もちろん、そうならないように努力はするつもりよ。でも、それは立ち止まる理由にはならないわ。人は生きていく中で、いろいろな問題に遭遇する。そして、問題に向き合うたびに、リスクを背負うことに、たださ、何もできない。これだって、自分の問題から逃げていい理由にはならないわ。でも、それは立ち止まる理由にはならないわ。人は生きていく中で、いろいろな問題に遭遇する。そして、問題に向き合うたびに、リスクを背負うことになる。ただ叫ぶだけで、いきなり自分の実力以上のことができるようになるわけじゃない。私にとって、キアナちゃんは今でも世界の原点よ。でも、だからこそ、私の求める人生より、彼女の求める人生の方がずっと大事なの。あなたが見せた未来は、あくまであなた個人の弱者の幸せでしかないわ。キアナちゃんは、もう昔のキアナちゃんじゃない。彼女が私だって同じよ。お前は、かつて交わした約束を忘れてはいないだろうな。もちろん。この世界なんかよりも、キアナちゃんの方がずっと大事。だからこそ、勝手に相手の人生を決めつけるわけにはいかないわ。彼女にとって、より良い状態にならないと、私たちの努力も、ただの皮肉にしかならないでしょ。たとえ危険にさらされ、茨の道を歩むことになったとしても。たとえ危険にさらされ、茨の道を歩むことになったとしてもよ。私は私のやり方で最善を尽くして、彼女が危機を乗り越えられるように協力するわ。いいだろう。お前の言う通り、私は虚勢を張り、立ち止まる存在かもしれない。しかし、だからこそ、ライデン・メイ、私たちは、本当の決着をつけなければならない。本当の決着ね。あなたの望む通りにしましょう。
その度胸、悪くない。仕分かれて三日なれば、すなわちまさに刮目して相待つべしよ。どう？この戦いはあなたを満足させられたかしら？どうだろうな。なんだ、そんなに私に自分の過ちを認めさせたいのか？そこまで言ってないでしょ。でもあなたが拳で問題を解決したいっていうのなら、見ての通り今の私はより強いわよ。それは謙遜しているのか。事実を言ったまでよ。それにあなたは私のことを理解してないって言ったけど、それは当然のこと。自分自身のことなんて完全に理解できるはずがないもの。それは誰だって同じよ。何をふざけたこと。あら、もう忘れたの？あなたが現れる前からライデン・メイは今のあなたにそっくりだったわよ。そうでなければ最初から女王なんてあだ名をつけられるわけがないでしょ。他人に優しいと言われる私は、むしろショックを受けた後に現れた守りの人格。そうね、そういう意味では後に現れたあなたよりも私の方が後から来たことになるわね。自分が何を言っているのか分かっているのか。軟弱な守りの人格。でたらめを言う前に辻褄を合わせた方がいいんじゃないか。言ったでしょ、誰だって自分のことを完全に理解できるはずがないって。これはあくまで私自身の感覚の話だから、あの時点ではあなたのやり方が一番合理的だった。人はいつか子供時代に別れを告げなければならないわ。でも優しさと残酷さは共存できないわけじゃない。むしろプロメテウスが言っていたメイ博士のように、人は残酷になってこそ自分の優しさを守る機会を得られるものなの。くだらない。私たちはもう十分遠回りしただろう。ここに来た私とここを出る私には何の違いもないわ。でも一応自分の起源に戻ったわけだから、なんとなくあることのリハーサルみたいな感じがするわね。なんだ、まだあのことを諦めていないのか。当然でしょ。美しいものは完全に消えることはない。これが今の私の心情よ。例えば、私はあなたに別れを告げるつもりはない。私たちはもともと表裏一体の存在だもの。私が信じた美しいものは、あなたと共にある。あの夢は、正確に言うと、お前を見下したわけではない。分かってるわ。あなた、というより、
私自身があれを最高の未来だと思うはずがないもの。本当に傲慢で人類をよく理解していないのは別の誰かなのよね。今の話はほとんどそいつに向けたものだと思ってくれて構わないわ。自分自身のことを完璧に理解できるはずがないって言ったけど、ちゃんと説明すればあなたは理解してくれるはずだって信じてる。だってあなたは何があってもライデン・メイなんでしょ。いい、実にいい。お前が大人になったのならあの虫けらを切り裂きに行くといい。ライデン・メイに恥をかかせるなよ。じゃあな。私たちって本当に頑固よね。休むべき時に無理をし、週末はちゃんと休むべきよ。でもはしゃぎすぎないように。全てできなくてもいい。できるだけ全力ですればいいの。